2012-009コンクルージョンゴッツウォーサイボーグ0 0 9完結編は石の森翔太郎と小野寺城の協著による小説。石の森の漫画サイボーグ -009 の完結編である。2006年12月19日、角川書店から単行本第1巻が発売された。この時点で全3巻の予定であることが発表されていたが、単行本の発売は1巻のみに止まった。 2012年に版を変え、角川文庫から全3巻が発売された。2012年より2014年まで、コミカライズ版、サイボーグ009完結編コンクルージョンゴッツボーが、ウェブコミック配信された。サイボーグ009の完結編としては、過去に、冒険王1969年2月号から6月号に、連載された、天使編。 コム1969年10月号から1970年12月号に連載された神々との戦い編が発表されていたが、いずれも未完に終わっている。自らのライフワークとなった009の完結は、石の森にとって、是が非でも成し遂げねばならないことだった。病に侵されてもなお完結編の構想を練り続け、21冊にも、 及ぶ膨大な構想ノートを残した石の森だが、自らの手で完成させることができないまま制去した。その後、生前の石の森から全体の構想を聞かされていた小野寺城が構想ノートに書き残されたプロットと石の森が部分的に書き上げていた原稿をもとに完成させることになった。しかし、プロットの中には明らかに没であろう要素も書かれており、 採用するべき要素の選定から行わなければならなかった。また、002の章は諸行ながら、一応は原稿が完成していた一方で、007の章は、プロットにもタイトルしか書かれておらず、小野寺が前編を書き下ろしているなど、石の森が残したプロットや、原稿の完成度は章によって大きく異なっていた。小野寺は後書きの中で、本当なら、 メモを取ったり綿密な打ち合わせをしたりするべきだったのだろうが、それをやってしまうと石の森から生きる意欲を奪うことになりそうで怖くてできなかったと語っている。また、小野寺にとって初挑戦となる小説であり、多くのファンが長年待ち望んでいた完結編ということもあって、並々ならぬプレッシャーを感じたという。なお、小説という形での発表は石の森の意思でもあった。 その後漫画化することも考えており、まずは書き下ろしの形で単行本前10巻を同時発売、その後再構成してコミックアルファに連載する予定だったという。これは島本和彦作画によるスカルマントの石の森をフィーチャーしたに大企画の一つとして考えられていた。石の森の成拠によって本作の漫画化がその時点では実現できなくなったため、島本は スカルマンの構成を当初の予定から変更しなければならなかったという。本作においては、口述するようにサイボーグ戦士たちは21世紀の人間だったという設定になっている。そのため、誕生経緯などが新たな解釈に変更されている。特にレーレイオンが改造される経緯は、従来の設定では重要な役割を果たしていたベルリンの壁が21世紀には存在しないため、 大幅な変更が行われている。本作のプロットの一部は2002年にテレビアニメサイボーグ009ザサイボーグソルジャーの最終3はコンクルージョンゴッツウォー序賞として先行公開されていたが完成作品と異なる描写もありアニメ放送後もプロットの練り直しが続けられていたことが伺える。小野寺上皇生によるサイボーグ009完結編コンクルージョンゴッツウォーが 2012年4月13日より、クラブサンデーにて、ウェブコミックとして配信された。石の森の構想ノートと本人による小説原稿に基づいて構成されており、ほぼ毎月中旬に新エピソードが掲載された。同10月18日に単行本の第一巻が小学館より発売された。1997年8月、石の森翔太郎は病床に服しながらも、 自らの代表作、サイボーグ009の完結編についての構想を巡らせていた。そんな彼の前に、ギルモア博士が現れた。自分の一万角の登場人物が現実に現れたことに驚きを隠せない石の森。だが、ギルモアの言葉はさらに彼を驚かせるものだった。一万角に登場するサイボーグ戦士たちは本来は21世紀の人間であり、 彼らの戦いを001、イワンがテレパシーで過去の石の森に伝え、それを元に描かれたのが一万画、サイボーグ009だというのだ。そして彼自身も2011年の世界からイワンの超能力でタイムスリップしてきたという。さらにギルモアは戦いを終えて各自の生活に戻ったサイボーグ戦士たちがそれぞれ 神の存在を匂わせる事件に遭遇していると語る。それは彼らにとって最後となる戦いの予兆であろう。そしてそのヒントとなるのがこれから描かれるはずの完結編だというのだが、そこでギルモアは言葉を濁し、ハッピーエンドを頼むと言い残して去っていった。石の森はギルモアの態度から自分の指揮を悟り、完結編の完成を急ぐ。そのタイトルは 2012-009コンクルージョン、ごっォー黒い幽霊団との戦いが終わり、仲間と別れ、それぞれに暮らしていたサイボーグ戦士たちは、ここに不思議な事件と遭遇する。そのいずれもが、頂上の力を持った神の存在をうかがわせるものだった。東日本大震災の翌年、奇怪な化け物、邪気たちが日本を襲い、人々を殺し始めた。サイボーグ戦士たちは、 人々の命を守るために戦うが、苦戦を強いられ、全滅に近い敗北となる。心身ともに大きな傷を負ったサイボーグ戦士たちだったが、001が新しい力を授けたことで、どうにか邪気たちを撃退した。邪気たちの襲撃の後、世界は一見平穏に見えたが、神々の攻撃は精神面から行われていた。かろうじて精神攻撃を跳ね抜けた。 サイボーグ戦士たちは新しい力をさらに発展させ、超能力サイボーグへと進化する。だが、神々、魔人と呼ばれた者たちの本格的な構成の前に、再び劣勢を強いられる。しかも、008とギルモア博士が神々の側についたのであった。2005年、宇宙開発のためのサイボーグを作る計画。 CAP が進められ、世界各国から優秀な科学者が集められた。しかし、その実態は近い将来起こるであろう。清掃権を舞台にした戦争を見越して、サイボーグ兵士を開発する計画だった。各国から集められたという資金も、その本当の出所は、死の商人と呼ばれる、軍需産業である、黒い幽霊団だった。001から009の、 コードネームを与えられたサイボーグ手術の被験者たちは、見習ち同然に連れてこられた実験内だった。石の森が未来からのメッセージを受けて描いたという設定の従来のサイボーグ009で009たちの戦闘服は赤色でマフラーは黄色だったが、サイボーグ009ザサイボーグソルジャーの最終3話とご都を終盤に登場するサイボーグ戦士の戦闘服は、 青色でマフラーは赤色となり明確な区別がされている。ありがとうございます。